スーパー詰め将棋とは、詰め将棋の分類及び、作図条件の一つ。詰め上がりで攻め方の駒が一枚しかないものを言う、短期詰めと呼ぶこともある。一般的な詰め将棋の詰め上がりでは、煙詰めに代表されるように、詰ませた側に2枚以上の駒がある。これは、大手をする駒の他に、大手駒を支える駒や合駒を防ぐ駒、または、 両王子を構成する駒が必要になるためである。しかし、特殊な条件下では、盤上の攻め駒1枚での詰め上がりが存在し、これが最終型になる詰め将棋がスーパー詰め将棋となる。1枚の駒は必然的に、飛べ、角、竜、馬、カツラ、甲のいずれかとなる。このうちカツラは最長で5手詰め、角、甲は最長で3手詰めなので、 一定の手数のものは他の3種のいずれかによる詰め上がりとなる。スーパー詰め将棋の条件は詰め上がりのみであり、初形や途中図では攻め方の駒が複数存在していても差し支えない。随一から13竜、2九玉、39と同玉、19竜、38玉、37と同玉、39竜まで9手詰めとなり、 この局面で三九流以外に攻め方の駒がないことがスーパーめ将棋の条件となる。この間のいずれの局面も玉型の持ち駒は桂と不だけであり、二歩及び八段目の桂ツ合いが禁じ手であることから玉が逃げる以外の王子はない。スーパーめ将棋が1956年にめ将棋パラダイス市場で提唱された時に集まった作品の中では 森茂の63手詰めが最長であった。翌年に森は75手の作品を発表している。1970年に花沢正澄が103手の問題を発表したが、後に早く積む手順が見つかっている。作者による修正もないため、これを歴代の最長手数作に含めるかは、見解が分かれる。1983年に、 ソエカワ・コウジが97手詰めを発表する。これは発表時点で最長手数の馬によるスーパー詰め将棋であり、上記花沢作を除けば最長手数の問題であった。さらにソエカワは2009年に109手詰めを発表して最長手数の記録を更新した。2020年にソエカワはこの問題の解策を発表し、最長手数を113手に伸ばした。 爪将棋探検隊 P90 ただし、同所では、強者の最長手数は一手とされている。爪将棋探検隊 P87 コマ別短期記め記録一覧。ありがとうございます。